はい、マノチです。よろしくお願いします。映画やっていきましょう。これアップデ後なんですけども、何も問題なく全然できてますね。よし、行きますか。すいません、取りだめです。はい、今週あと多分もう1回ぐらい取りだめあると思います。ごめんなさいね、ほんとね、最近ね。今回準決勝ですね。んで決勝の日が、木曜日になるのか。決勝はプレミア公開しましょうね。んで今日が松江電工でしたっけ。まだちょっとね、なんでもないです。はい松江電工、はい、守り勝つ野球ですね、おそらく向こうは。行きましょう。まだちょっと前評判が分かってないんですけどね。よし、行きます。ゴー。いや、もう勝ってプレミアで効果を歌う、それしかないでしょ。イチローくんじゃないでしょうか。ここはよし、みんないけるな。いや、ちょっとほんと何のためにお前入ってんのって思わないだってまず投げることないもん。よっぽどだよ、もうみんなヘロヘロになったらだよ。よし、行くか。さあ頑張ろうぜ、勝つぞ。何としても点取るぞ。まずはイチローくんが魔物を引くことだよね。もう自分のタイミングで使えるから。向こうのマネージャーかわいいな。ここで勝てば決勝戦、お願いします。さあ決勝の舞台を目指す戦い、上等。左の水谷、1回の裏柳攻撃に入ります。先頭とりあえず守るな、とりあえず追ってな。まあこうなるとあとはもうなんだろうね、それこそ采配です。どこのタイミングで使うかですよね。皆さんいいピッチャーですね。じゃあ A か、俺ここやってない？なんかやってる記憶あるぞ。いやー、なんかこの内村って名字がすげえかっこよく見えるな。なんだろう、わかんないけど。よし、まずはヒット打ちましょう。頑張っといて。オッケー、イチローくん。ダイレクトフェンスに当たった。イチロー二塁を狙う。素晴らしい。イチローいいバッティングを見せました。柳先。柳。2対1か。誰が点取ったんでしょうか。厚尾と朝翔くんですね。3、4番が元気なのは嬉しい、でかい。まあここはレベル高い流し打ちでいきましょう。一郎くん追加点が欲しい。一郎くん、一郎くん、一郎くんってなんか言ってていいわ、響きが好き。おお、また点取ったぞ。うち誰だ、しっかりチェックしてきたんだ、そういうのな。朝翔くんいいね。まだ使わんぞ、まだ使わんぞ、魔物は。とりあえず進塁させましょう。ランナー誰、玉野、いいね。まずはなんとか進塁。インコースのボール左。お、頑張れ一郎くん。いいよ、とりあえず進塁ね。一郎いい当たりでしたが、お祭りはね、できれば魔物と被せたいんだよね。普通に打ちましょうか。
今若干後悔してる、使うべきだったんじゃないかと後悔はあるけどもう遅いから。水崎信じる、オッケー、なんかすげえジャンプじゃない今のサード。ナイスラン。どうすっかな、使うか、使う、うーん、取っとく、打てる、どうしようかな、流し打ちがいいかな、引っ張りがいいかな、流し、頑張れ、厚尾、厚尾、頑張れ、うまい。出た松尾、何にも使いたくねえなー、使うならいいやつ一本なんでね、やつか。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。頑張れ、頑張れ、サマロン、帰ってくるのか。決定ホームへ、レフトバックホーム、松江さらに1点を返しました。いい勝負してんね、ツーアウト。まあ守備やるのは分かる。いいよ、これは引っ掛けた、レフト取ってくれ、頼む、取ってくれよ、よし、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって4対3、浜野桜頑張れ、なんとかなんとか塁だよ。柳、一郎くん、一郎くん頑張って、組ボールだ、長っ、よし、一郎、いいバッチ、使うぞ、使う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 、ここは使う。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。頼んだぞ、頑張れ、うわー、くそ、うーん、ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウト、まあ超ファイト使っていきましょうか。ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。どうすっかな、意外と追い込まれるまで強振でいっても面白いんじゃないかなと思うんだよね。ピッチャー変わってんね、川辺くん、川戸くん、川戸くんか、追い込まれるまで強振いってみましょうか。頼む神田、なんとかしてくれ、なんとかしてくれ、頑張れ。外のボールを引っ掛けた、サインサーボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、ファーストランナー残塁。あと2イニング、7回までが終了しまして4対3、柳リード、追いつかれた、ど、柳ここ、頑張れ、頑張れしか言ってない、抑えれるよ、大丈夫だよ。流し打ち、ファーストこれは守備範囲内、リュウそのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、点取ろう、8回の表が終わ、同点で迎える、使うべきなのか延長見越すか全く分からないんだよね。朝翔くんとかキャプテンが魔物を持ってんのかどうかが分かってないから、使わない方がいい気がする、うん、使わない、ジロ君普通に打って頑張って、うん、1球待てかな、
3、ここで打てれば 100% チャンスになるわけじゃん。お松、いや違うな、違う、焦るな、もう延長見越して考えた方がいい。サインサー取った、一塁へ送る、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ、一塁、玉野頑張れよ、三塁です、なんとか抑えてくれよ。柳、今日2回目の伝令を送ります。さあ勝利の女神、監督のメッセージが選手に伝わります。伝わるか分かんないけど、今やってて超面白いから超面白いわ、こういう試合は。送りバント、ピッチャーが左へ転がした、一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。さっきから低めしかチョイスしてねえな。ツーアウトか。いやーどうなんだろうな、なんか外野前進させた方がいい気がするんだよな。定位置が一番アウトを取れるっていうのはね、誰かが言ってたんだよな、プロ野球選手が。いやなんかすごく俺の感覚言ってるんだ、外野を前進させなさいと。もう不安だから三振取って、打ちました、センターへの打球、センターほら後悔してる俺今後悔してるもの、後悔してるもの今。貴重な1点、さあツーアウトランナー二塁という場面で、バシオ今日はホームランを打っています。定位置、これは引っ掛けた、掴んでこれでスリーアウトになります。取ってやるよ、今んとこ監督が足引っ張ってるだけやからな、選手はよくやってるぞ、あと俺次第だ。フラフラッと上がった、ファーストが加減、頼む魔物を引いてくれ、魔物を引いてくれ、ランナーはありません、頼む朝翔君、魔物を引いてくれ、ラッキーボーイ。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。朝翔君、朝翔君打って、オッケーにゃばっち、打球はそのまま伸びていく、龍一気に二塁へ、あとは魔物引く、結局魔物だよ、何も気にすんな、同点のチャンスを迎えます。キャプテン頼む、魔物はい、よっしゃ、よしじゃ、ここで夏を終わらせるわけにはいきません。終わんねえよ、終わんねえようにできてんの。バットに当ててくれよ、打った、これはいい当たりだ、はい、来たー、サヨナラか、入った、サヨナラ、どうですか、逆転サヨナラ、ツーランホームラン、どうですか、名勝でしょ、名勝です、これはもう名勝だわ、もう名勝だわ。明日プレミアしようね、みんなご機嫌でプレミアよろしくね。いやー分かってる、マノッチお前何やったって言ったらな、前進守備させてアウト取れそうなところを取れず、分かってる、分かってる、一郎くんが何回も魔物を使う機会があったのに結局使わず、海島キャプテンに魔物を使わせたら結局海島キャプテンが普通にサヨナラホームラン打ってくれる、何もしてないです、喋ってただけです。そろそろ強豪校なれんじゃねと俺は思ってるんだが、なれないんでしょうか、わからんよねこれね、絶対わかんないよねまだ。あ、わかってる、島根学園高校、あ違う、ごめんなさい嘘ついた、島根学園か、伊豆農業でいいんですかね、のどっちかか、
ちょっとなんか、なんとか1位進めたいな。もうスケジュール見直し使っちゃおうか。これで1来るべ。いや、来なかったら本当どうしようかと思ってんな。ラットマシン使う。さあ、何かいいこと起こってください。よし、いや、分からずじまいですか結局。あ、分かった。絵図農業ですね。間違いなくやったことはないでしょう。だって初めて聞くもの。絵図商工はやってるんだ。絵図農業、あ、やってる。地区大会でやってる。勝ってる。地区大会で勝ってる。まあ、地区大会に出てくるぐらいだから多分強いとこなんだろうな。やってましたね。はい、じゃあもう時間の伸ばしはこのぐらいでいいですか。このぐらいで大丈夫でしょうか。皆さん元気ですか。満腹弁当食べますか、食べませんか。いらないですね。はい、よし、じゃあ今日も名勝でしたね。はい、では、明日はプレミア公開5時からやっていきたいと思います。プレミアで効果を歌いましょう。では終わります。終わり、バイバイ。